今日はもう卵準備 OK です。まああともう少しですね。この宮殿ディオールか深丸の色違いゲットです。そんでもってね、同時進行でね、この5ロケット団リーダーシアトルのバトルで勝つ、これを達成したいと思います。まあシアトルはそんな簡単に会えないので、ぐるぐるしてるうちにこの卵の距離を稼げるっていう寸法です。次にこのフィードリサーチ完了のリワードを受け取ります。新しいポケモンなんですよね、コウモリみたいなやつ。ゲッチャンス、お出ました、コロモリ。鼻がハートマークです。これもバレンタインに出るんですかね。いやそんなことないな、これあ、だからこれ2月のリワードなんですね。考えたね。 OK です、ゲットです。これで図鑑登録、評価は、おお、まあ悪くはないですね。攻撃マックスだとなんか悪くないですよね。お、700いきました。あと300です。頑張りましょう。お、たまたまですね、これも初めてです。くっす、なんだこれ、あとですよ、これ捕まんなかったらケンズリー投入だな。あ、ゲットです。これでポケット団レーダーを作れました。シーアレンさんも探しましょう。うわー、本当いない。まあ、宮地公園の方行けば多分また買うでしょう。行きます。 OK です。ポケット団リーダー3連続いてます。ここにシーアいるでしょう。あとね、7強卵はもう少しで孵化します。孵化したと同時にね、新しい卵を拾わないようにしないとです。なのでゴープラのポケストップを回すはストップしました。これいつ孵化しても大丈夫だぜ。来い、ディオール深まる色違い。お、来ました。ここをディオール深まる色違い誕生の地とします。可能性はありますからね。いや急に弱気になった。ゴー、うー、まあ、色違いのチャンスありますからね、ヒポポタスも。来い、おー、ヒポポタスです。3個目、何でしたっけ、コマンタでしたっけ、タマンタでした。4個目、うー、スボミ。5個目、まだチャンスはある。おお、ディオールだ。6個目、これいらない。もう出ない、もう出ない。チェリンボ、風が強い。チェリンボやっぱ厳しいか。でもね、コリンクの色違いは持ってないでね、結構7強卵多いですね。色違い持ってないの多いです。ではまた空になったのでもう一回補充します。これ今日また9連できそうですね。18連になりそうです。あれ、もしかしてポケモンがいっぱいとか。ああ大丈夫だ、卵が出ないときあるんですね。いや一応もっと開けとくか。うわー、これ一番最低 CP です。6なのにないですね。深
深まる色違いどころか一匹も出ずですよ。卵はありません。こんな出ないもんかね。お、2個出た。 OK です。あと1個です。お、来た。また9個補充完了です。 OK です。これでね、明日シェアレーサーが見つからない方がうろうろしがいがあります。これ今日中に孵化させます。させます宣言。というわけでそこに幹部がいるのでいてみます。こういう時に浅いシエラ姉さん出ちゃったりするんですよね。そういうもんなんですよ。どうだ。あ、違った。アルロでした。ちょっと出て欲しかった気持ちもありますね。いや、いいんです、出なくて。もうちょっとうろうろします。では宮市公園の方に向かいます。行きます。さあどうだ。あの前方の黒卵をちょっとやってみたいですね。さあどうだどうだどうだ。あはは、またアルロだ。アルロさん本当多いな。相当根に持ってますね。さっきの卵孵化で新用のシゲットです。こんだけもらえるといいですね。そんな男人いるかな。大丈夫です。視聴者のご家族さんが来られました。パンギーが選ばれているのでランパードでも大丈夫。あ、おります。結構いましたね。勝利です。2340。微妙ですね。お、クリアです。本当相性いいな。モンジャバ宮橋公園に向かいます。では今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。地域密着型 YouTuber です。ロケット団リーダーです。シーラ来い、シーラ来い、シーラ来い。あー、クリフだ。ちょっとほっと一安心です。まだブラブラできます。いるかな、あっちか。あっちへ行ってみましょう。これナイアンは徒歩を想定してるんでしょうけど、とても無理だと思うんですよね。自転車でやっとです。自転車がぴったりなのです。向こうにもありますね。1個がダメでも大丈夫。めちゃくそ寒い。寒いというか風が冷たい。風がなければ多分普通暖かい。リーダー誰かな。うぅ寒っ。おー、ファミリーが遊んでいる。休日って感じだ。ザ・休日。あれ、このポケストップどうやって行くんだ。住宅街は迷路ですからね。なんでしょう。うわー、またアルロに先回りされた。ではあっち行ってみます。またこの坂です。昨日この新ポケストップ回し忘れました。今回は回しときたい。しかし2日続けてこの坂を登ることになろうとは思いもしませんでした。へーほーへーほー、夢でも見てるかのようですよ。
これね、相棒の新しい場所に行く。久しぶりにハートがつきます。うわー、つかない。なぜだ。満足度が足りないんですかね。焦れた。タイムラグが長い。やりました。で、おそらくあっちの方ですね。 OK です。昨日の不動尊とはまた別のようですね。行ってみましょう。 4.7km 結構大変だな。こう登ることはないかな。まあ、よし。なんだろう、このプレスアップは。何があるというのだ。一見何もなさそうなんだけど。そして私はちゃんと回して、あ、シエラネさん来ました。来ちゃったよ。なんだろう、ここ駒形神社。こんなところに神社があったのか。謎ですね。神社ないよ。あ、神社ありますね。こっちぞ。この裏なのかな。あ、ありました。これか。すごいとこにあるな。ありました。モーター神社跡みたいな感じですかね。ここでやります。サクッと倒しちゃいますよ。まずこれでいいのかな。とにかくラグラーガチがね、強いんですよね。ゲール側も強い。どうだろう。あ、強いですね、リアルが。ただシールド剥がしには向いてないです。通常技で倒しちゃいそうです。倒しちゃいました。よいしょ。草かラグラージちょっとあれだな。水技は効かないな。シールド剥がしました。 OK です。もう1500以下やるとだいぶ弱く感じますね。あれ鍛えられましたよ。ダメだ。交換してんだよな。うわ、効く。OK です。水技効きますね。1500以下やったおかげでちょっとこうバトルリーグもね、そうそうマシに戦えます。あれなかったらもうひどいありさまだったと思います。勝利です。リーダーだいぶ弱くなったのかな。こんなことない。昔ヒーヒー言ったのは何だったんだっていう感じになってます。です。あ、シャドウダンバル。結局はここを狙うしかないんだよね。攻撃した瞬間を狙う。ゲットです。
これで佐賀県に挑戦できます。このまま今日できちゃうのかな。でも1500以下なかなか倒せないですからね。じゃあ受け取っちゃいます。スーパーロケットレーダーゲットです。起動。直進って帰ってきましょう。 OK です。今日は1500以下無理ですね。またの機会にしましょう。いや、沢木さんまた決まってないですけど、こういう時にいきなり沢木さんもだったりするんですよね。お、まんまと倒されたらボスはここにいないのだ。あ、そうだ、レーダーを6つ集めましょう。これで、そうだそうだ、そうしましょう。だから6回おとりに会うことを祈りましょう。やれちゃうかな、やれちゃうかな、打てる、落ちちゃってた。 OK です。ひょい、参った、もうすんない。次のパース1個ゲットです。というわけで佐々木さんはひとまず置いといて、次のパーツをあと5個集めることにします。それによって距離も稼げるというね。そして次のロケット弾幹部とも戦える。ナイス作戦です。いきましょう。ドブロック遭遇です。こいつは金髄じゃない、取れそうにないな。OK です。夕日がね、しみず出ました。ああ、まんまと引っかかったな。引っかかったのはそっちの方だ。よし、もうここまで来るとほぼ大宮ですね。サガキとコブンがいますね。あ、おとり、残念だったな。次だ、隣のコブンやっちゃいますか。でもう折り返します。コブンもやっつけちゃいます。お、キバン屋さんです。キバちゃんです。よっしゃ、いけるか。お、ギリギリ出ました。君、このロケット団に入っていたらリーダーになれたかもね。へへへ、キバニアゲットチャレンジ。珍しいな、採用移動ゲットです。あと2個です。もうちょっと先にあるんですね。あ、そこだ、先だ。やってきますか。ちょい鼻の先です。なんとミミロンの余生なんでゲットしました。なんでこんなタイムで取るんだ。ヒポポタスでしょう、取るなら。もうヒポポタスが遠のいた。です。雲
マト祠鳥王院、珍しいカビゴンが出ました。いけるか、いけるか、お付き合いですね。お、ロケット頭突き撃ってるか、撃ってた、勝利です。リフィー、不思議なパーツ1個もらいました。これで U ターンです。まあのんびり帰れば達成するでしょう。こんなおとりいっぱいで当時は無理だと思います。自転車でぴったりです。ではのんびり帰って7キロ卵達成です。なんかこのゴクリンでかいな。ロックだらしいよ、聞けー。マクロス7の主人公のネッキバサラみたいなことを言ってますね。ホームライト、今日めちゃんこ寒いですね。これは本格的なイージスを着てくるべきでした。このカジュアル版だとちょっと今一歩です。おお、バンギ対バンギ、これ何が出てくるんだろう。バンギかな、あ、違った、オムライトだった。バンギはないね、容疑です。よーし、6個揃った、取れました。で、卵はあともう少しです。 1.2 キロ、頑張ります。珍しい、復縁パトカー。ジムバトル5回のタスク完了しました。これ何なんだろう。おー、ワニキか。まあ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 。来ました。やりました。色違いです。一応金属いっときましょう。今日の成果。今日の成果、ブラブラした成果ありました。よかった、サービーいいんだもん今日。ああ、よかった、進化させちゃいましょうか。あ、なんか迷彩柄っぽいですね。では進化させちゃいます。お、寺の鐘が鳴った。6時です。6時になるとね、寺の鐘が鳴るんです。やりました、やったぜ、やりました。そして7時を卵深く来ました。9連です。ではいきます。まずは1つ目、ゼル。そんなお手、2個目です。おー、ピンプクちゃん、3個目です。トゥー、つぼみに。で、4個目です。サビ、おー、つぼみに。5個目です。おお、なんて言いましたっけこれ。続いて6個目です。あー、ブンブンバチです。7個目です。いやー、そして次で8個目です。あー、ブンブンバチです。
そして最後です。ディオールも深丸も出ませんでした。全然ダメですね。そして補充します。これは明日ですね。明日は EX でいろいろ回るんで距離稼ぎます。付加課金はね、海外ポケモンの幼稚園で懲りたんですけどね。おかしいですね。1日2巡ぐらいしても1匹も幼稚園いなかったんですよ。これはひどかったな。 OK です。これは明日頑張ります。とりあえず今日カバルドンじゃなくてヒポポタスの幼稚園が出たのが良かったです。やりー